ウルトラ・アイ・ラビューは2009年のアメリカ映画。現代のオール・アバウト・スティーブはオール・アバウト・イブの文字りである。日本ではビデオスルー。新聞のクロスワードパズル作家のメアリー・ホロウイツはある日、両親の勧めで見合いをすることに。初めは乗り気ではなかったメアリーだったが、ケーブルテレビのカメラマンでイケメンのスティーブと自宅で会うなり一目惚れをしてしまう。 その日からメアリーは困惑するスティーブや、周囲の迷惑も顧りず、ストーカーまがいの行為を開始するのだった。役名、俳優2007年より制作が始動した。映画のワンシーンは、カリフォルニア州パサデナにある、メイフィールドシニアスクールで行われた。もともとは2009年3月6日公開を予定していたが、同年9月4日まで延期された。 ラズベリー賞受賞式でのサンドラブロック、ロッテントマトズでの支持率6%、メタクレティックで平均スコア17点と、非表面で低迷することとなった。ありがとうございます。